東流灘東流灘は、兵庫県加藤市滝野町上滝野の加古川中流に、ある名称。祈願、会話が、加古川の川底いっぱいに起伏に連続し、岩に阻まれた川の流れは、激流や滝を形成している。飛び歩の名所としても知られる。東流灘の名は、幕末にこの地を訪れた、監視陣の柳川西岸が、岩場を縫って流れ落ちる激流を見て、2匹の巨流の、 薬動をイメージして七子とゼックに白波雲のごとく立ち水星をびただしと読んだことに由来する。加古川は中国山地の栗鹿山に源流を持ち、118の支流を集め、東、針も干流した旗を潤す水源となってきたが、周雲でも大きな役割を担ってきた。東流灘は周雲の障害となるため、江戸時代までは上流と下流で、 それぞれ一旦荷を下ろし、陸運を再び船に積み替えて運搬した。このため、両岸の村は中継地として大いに栄えた。明治6年に当時としてはまだ珍しかったダイナマイトによる岩盤の切削が行われ、船の通る水路が作られた。大正時代には鉄道が開通したことで、過去川の水運は次第に減退し、その後は継承地として、 観光客を集めるようになった。毎年5月1日には、日本一早く、アユ漁が解禁される。加古川市出身の力士、登流、賢治の仕古名と、海上自衛隊の潜水艦登流は、共にこの東流な灘にちなんだものである。また、地元の酒蔵、神欠酒造の銘柄名ともなっている。アユの修正を利用した、家計漁が行われている。 家計に水を通すことで人工の滝を作り、遡上しようと家計を飛び上がる鮎を仕掛けの底に落とし、捕獲する量で、闘流などの名物として、初夏の風物にもなっている。ありがとうございます。